ようございます。釣り子 TV です。久しぶりにフローターを出して野池やってきてました。今日はですね、こいつジャバロンのちっちゃいの変えたんで、これをですねオーバーハングの下とかにピシピシ打ち込んで釣りをしてみたいと思います。よろしくお願いします。はいはい、じゃあ始めてきますかね。レゼルブとかいろいろ持ってきたんですけど、最近買ったやつですね。実はもう夕方くらいで朝からやってるんですけど、丸坊主なんですよ。ダボンでちょっとあの強気なトップウォーターとかちょっとお休みしてですね、ここは一つちっちゃめのこのジャバロンでなんとか坊主を回避できればな。まだ釣ったことないんですけどね、多分もうなんだろう、アフタースポーンのやつもいるとは思うんですよね。ちゅうわけでこんな感じので、こんな感じに投げて釣り進んでいきたいと思います。ノーシンカーでふわーっとした動き好きだと思うんだけどな、この時期のバスは。でっかい方のジャバロンネオも結構投げ込んだんですけど、一匹も釣れず。おうおうおう、で、投げやすいっすね、非常に投げやすいのと、今ラインは8ポンドでやってみております。こんな感じでテロテロ、あーすーごい、なんだろう、動きがいい感じの動きっすね。なんか兄貴分よりこのちっちゃいやつの方がすーごい、なんかプリ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 って、で軽かったがローギアなんで、すげえフイン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 っていい感じでケツ振ってくれてますよ。結構もう夕まずめ前ぐらいだから岸沿い餌を追ってクルーズしてないかなって感じなんですけどね。ちょうどバスが通りかかった時にこんなの泳いでたら、一口サイズだからふわパクって食ってくれそうな感じなんですけどね。まだそんなに小バス数釣りっていうシーズンじゃないのかな。絶対魚の動きとリンクすれば、おお、こういうとこで休憩してると思うんだけどな。動き最高っすねこれ。カエルも鳴いてるから、なんかカエルがぴょこたんってこう湖に飛び込ん、野池に飛び込んだ感じになんないかな。でバクッと食っちゃうみたいな。ストーリーは完璧なんですけどね。
たよ。来たよ。バス君。おお。うい。うわ。よ。いやー、久しぶりー。よいしょー。いたよ、いたよ。ほ、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 おぉ。なかなか口を。よっしゃー。来たー。いやー。ジャバロン丸飲み。46。まあ、46とか5っていうぐらいですかね。えい、ジャバロン聞くね。はい、46。ようやく釣れました。こんな、いやー、サイズね、今測ったら46センチありました。うわーわー、新しいジャバロン、ジャバロンネオのノーシンカー、オフセットフックでノーシンカーリグで投げてみてます。で、軽かったのね、ベイトフィネスのやつだから、まあ、軽いのでもシュピシュピ入っていって、うまいこと釣れてくれたっていうことで、はい、じゃあ逃がします。イエイ、ういっ、サッキュー。はい、なんとか大津逃れすることができました。ありがたい。これね、ノーシンカーでテロリンテロリン泳がしてたら、糸がスーッと走っておりました。引き続きですね、まだちょっと時間があるんで頑張ってみたいと思います。はい、釣り子 TV です。これ、いやー、初めてですね、投げてきたんですけどね、非常に活躍してくれました。あー、ちょっと困ってたんですけどね、もうずーっと魚釣れなくてですね、これフローターでまで浮いてどうしたことかと思って、もう参ったぞーなんて思って、まあまあでもこれ買ったんで、ジャバロのちっちゃいやつ投げてみようと思って投げたら、あー、釣れてくれました。で、まあまあそれまでですね、表層でこうちょっと早めでテロ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 巻いてたんですけどね、偶然バックラッシュして、でちょっと下のレンジに行っちゃったんでしょうね。そしたらもうなんかすぐにパクッと、食ってきたっていうことで、ちょっと狙ってるレンジを間違ってたんだなって最後の最後に気づいたんですけど、まあそれでちょっと大きめの魚釣れることができたんで、これ持って行ってよかったなということで、今回大活躍だったんですけどね。ポイントとしてはですね、大きなサイズよりこっちのちっちゃなサイズの方が非常にこのお尻の振りのアクションがですね、よりなんか激しく感じましたね。投げ比べてみたりもしたんですけども、動きが非常に小粒な割に、決まってるっていうところと、あとはここにコイルついてるおかげで、昔使ってたジャバロのちっちゃいのに比べて少し頭も裂けてるところあったんですけども、結局この1匹最後まで使い切ることができたというところで、結構オーバーハングの下にピシピシピシって送り込むんで引っかかっちゃったりとかですね、なんか障害物乗り越えさせたりとかいろいろやってたんですけども、非常にここに仕込まれてるコイルのおかげで餌持ちがいいなっていうのが印象的でした。まああとはちっちゃいのにもうめちゃくちゃ動きがいいっていうことで、でスモーラバのトレーラーとかに使うと、まあちょっと動きは静かめになるんですけども、ノーシンカーだとですね、非常にお尻の動きがいいなというところで、今度ですね、まあ徐々にボイルする魚なんかも見える季節になってくるかと思いますんでね、チャターベイトの具とかにもつけてみたいななんていう風に、考えております。今年はですね、しばらくの間このせっかく買ったんで、ジャバロンなんか使ってみようかなと思うんですけどね、まあ状況としては今スポーニングが終わってアフタースポーニングの時期なので、まだこうストレート引きっていうよりは、もしかしたらこっちの方に付属のコイルをつけて、マス針をつけて、なんていうんですかね、こうノーシンカーの
横引きできるようなセッティングで、でうね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 引っ張ってくるような、一点でもだえるような動きにした方がもっと釣れたのかな。あとはもうちょっとこう下のレンジ攻めれるように、ネイルシンカーとか入れた方が端的には釣れたのかななんていう風に感じておりますけども、ただまあもう徐々にですね、浮いてるギルなんかも見えるようになってきて、表層の方を魚も意識しだしてるかなっていう、ところなので、これから梅雨に入って、魚が活発に餌を追う時期になったら、こういったノーシンカーのストレート引きもより効くようになってくるんじゃないかななんていう風に期待しております。ということでですね、今回の動画は、これ買ったばかりのですね、ジャバロンの、97ですね、ジャバロンネオの97で、45アップ近くありましたけどね、ちょっと大きめの魚釣れたよというこういった動画でした。ぜひですね、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。あとこんな使い方の方が、もっと効果的かもなんていうアドバイスありましたら、ぜひコメント欄の方によろしくお願いいたします。はい、というわけで釣り講 TV でした。